どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回はですね、900グローバルより新発売の X4ネントと全ゴールドラベルをドリルしていきたいと思います。久しぶりのドリル動画ですね。早速ドリルします。はい、まずは全ゴールドラベルからです。はい、スポルト横須賀のマシン、このレーザーでですねセンター出すことができるので、非常に速くボール合わせることができます。はい、そしてレーザーを消してクランプ、ボール掴むやつですね。ボールしっかり掴んで、まずは親指からドリルしていきます。はい、私のですね親指のピッチリバースに16分の1だけですので、はい、ドリルの切りしっかり線に合わせて調整しています。はい、サイドは振らないのでもそのまま開けられちゃいます。はい、それでは早速開けていきます。今ゴワーンって言ってるんですけど、ドリルマシンの音と掃除機の音です。だいぶうるさいので親指だけ、はい、ちょっと音出しして、あとは音は消していきたいと思います。で、1回で開けるんではなく、少し開けて刃を下ろすことによって、より正確に引いた線に切りを合わせることができるので、1回止めてもう一度今合わせていました。はい、それでは親指を彫っていきます。親指のサイズは1インチです。はい、インチですね。横のサイズ1インチですので、横に合わせて、もうボールはですねベベレスから削らないでいいようにしています。縦の部分、前後余る部分はテープで調整するようにして、毎回どのボールも同じになるようにしています。はい、もうちょいかな。結構ですね掘りますよ。3インチぐらいは掘りますので、はい、結構時間がかかります。ということで親指掘り終わりました。次はですねフィンガーを開けていくんですけど、キリを交換していきます。はい、フィンガーはですねダブルドリルなので、下穴32分の31でまず開けます。はい、フィンガーもセットしていこうと思ったんですけど、はい、自分の書いた線と、まあ、上げてるところが合ってるかどうかもう一度確認して、スパンの長さを確認している作業です。はい、バッチリだったと思います、この時は。はい、フィンガーはですねサイドに2分の1、リバース4分の1です。はい、でまずはスパンの長さのところですね、距離を合わせています。また線にぴったり重なるように、重なるっていうか触れるぐらいですね、私の線の引き方は。で、当然今度はですね横ブリッジありますよね、フィンガーブリッジの幅の分避けないといけないので、横もずらしていきます。はい、こっちはちょっと縦のところなんですけど、はい、ドリルの刃が、はい、線にかぶるかかぶらないかぐらいのところ、これちょっと角度が悪かったので結構かぶってるように見えるんですけど、これでぴったりでした。はい、またフィンガーも少し開けて刃を下ろして確認します。はい、2回ね確認することで正確に開けるようにしています。より正確にですね。はい、もちろんお客様のも2回3回やっております。で、フィンガー掘っていきます。32分の31で、はい、下穴掘っていきます。はい、先ほども言いましたが、私ダブルドリルですので、まず32分の31で開けて、その後1インチの切りで掘ります。これで長さ深さ合ってますかね。はい、実際のですねグリップと、はい、メジャーを合わせて、あとどれくらい掘るのかを確かめています。はい、もうちょっとでしたので掘りました。はいね、こんな感じでドリルしております。はい、先ほども言いましたがダブルドリルなので、これから1インチの切りにして、もう一度同じところに穴を開けます。はい、ですので後でお見せしますが、開いた穴が20っていうんですかね、
1インチの穴とその下で32分の31の、はい、掘ってますので段になってます、はい、1インチの切りは縁から1インチですね掘っております。後でしっかりお見せしますのでご覧ください。でこれで今中指が開きましたので今度はまた人差し指じゃないですね薬指開けていきます。はい、薬指もですね簡単です。私サイド2分の1リバースもそのまま4分の1ですのでもう横にブリッジ分ずらすだけです。はい、今横からブリッジの幅を合わせました。掘っていきます。もう薬指は自分のなので長年開けてきているのでブリッジの幅確認していません。もうほぼほぼ合っているはずなのでそのまま開けております。はい、スパンもですね中指薬指全く一緒なので本当に簡単に合わすことができます。ドリルめちゃめちゃ早いです。はい、下穴が開きました。これからまた1インチの切りを付け替えてダブルドリルしていきます。はい、見事ですよ。このマシーンなのでかなり正確にダブルドリルできます。はい、薬指側も1インチの切りで縁から1インチ刃を下ろします。はい、ね、たまにこう刃が落ちちゃうことがあるのでちょっとゆっくりになってから持ち上げております。これでドリル完成です。はい、ね、最後ゲージしっかりゼロに合わせて、まあ、また次自分が使うんですけど、ね、その間にもしかしたら誰か使うかもしれないのでしっかり合わせております。はい、見て分かりますか。白いところの、ね、4分の1ぐらい下がったところから2段になってますよね。これがダブルドリルでございます。はい、こんな感じにフィンガーを開けております。はい、2個目のエクスポーネントは5倍速でいきたいと思います。もう一緒です、今と一緒。サムちょっと開けて、はい、またね、切りが線に合ってるかどうか確かめながら折っていきます。はい、このボールもですね701のソリッドということでちょっと掘っていて柔らかかったです。はい、結構まだ投げてないのでこれから投げるんですけど良さそうな感じだと思いますが果たしてどうなのでしょうか。はい、もちろんドリルをしたらこの後投げますのでね投球動画の方も楽しみにお待ちください。はい、5倍速だとだいぶ早いですね。もう中指開けて、はい、ダブルドリルしてますね。ヒューンとやって早い。5倍で動けたら相当ドリルできますね。はい、プロショップやってる人は5倍速で動けたらめちゃめちゃ儲かりますね。はい、まあ、そんな話はさておき、薬指もあと1日の切りでダブルドリルしたら出来上がりでございます。でエクスポーネントの方も、はい、ダブルドリルの穴ご覧ください。はい、これね携帯カメラ片手に持ちながら掃除機吸ってるのでちょっと不安定なんですけど、はい、どうでしょうか。しっかり段になってますよね。エクスポーネントもしっかりダブルドリルできております。はい、で今回はさらに親指削るところ、これね一脚にしてあの足の間に挟んでるんで結構やりづらかったんですけど、いつもはこんな変な向きでやってないですからね、もっとしっかりサンダーまっすぐ入るようにやってるんですけど、今回は撮影ということでちょっとですね頑張って削っております。はい、今これサムです。サムを軽くサンダーかけてその後にフィンガーをかなり器用じゃないですか。これ一脚間に挟んでますからね、カメラをなかなか揺らさないように気をつけて、はい、やっております。でフィンガーもサンダーかけていきます。はい、縁角張ってると痛いので
軽く丸くしております。はい、エクスポーネントの方も同じです。はい、この辺のタッチがやっぱドリラーによって変わってくるところじゃないかなって思います。はいですね、これでドリル完成です。あとグリップつけていく感じですね。サムにもテープ貼るんですけど、まずは今日はグリップをつけていきます。はい、こんな感じにできましたと。今軽く向きを変えておりますね。はい、楽しみですね。エクスポーネントと全ゴールドラベル、レーベルですよね多分英語発音すると。はい、それでは早速グリップをつけていきます。中指グリップ私49のセミです。はい、これ今何してるかと言いますと、接着する部分ちょっとヤスリで削って、はい、凹凸をつけてよりボンドがつきやすいようにしています。はい、もう1セット分ですね。はい、でダブルドリルしているので左右と下しかつけていません。ちょっとこう自分の方から見た時ですね。ですのでその部分しか当然ヤスリもかけていません。まずはグリップを入れて、はい、ちょっと親指を入れて合わせます。フィンガーのちょうど真ん中にね、来るところに山が来るようにしっかりセットして、はい、この止め方もですねドリラーによって変わると思います。はい、私はねブリッジから止める派なので、まずはブリッジ、はい、中指のブリッジからつけて、今度は薬指のブリッジをつけます。で1回ねここで固定するタイプです私。はい、で薬指の今度下を張り、今度は横ですね、ブリッジと反対側の横をつけて、これでもうおしまい。はい、ダブルドリルで上の部分に余裕を持たせてるので上は止めないです。はい、グリップが伸びるようにしていますので、はい、左右と下しかつけていません。これでもう前の方は完成しております。あら、本当にですねこのダブルドリルしてから指問題解決したので、気になる方はぜひお問い合わせください。エクスポーネントの方も同じです。ブリッジからつけていきます。はい、今の洗わの方すごいんで、これ一滴も出ないな。はい、なのでドバーッと出ることもないのでそのままいってます。はい、一個止めて、はい、下止めて、今度ブリッジと反対側の横ですね。はい、という感じでこれでもうドリル完成でございます。はい、次は投球動画になりますので、ぜひそちらもご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。